ルガルオーティです。どうも、ルントンです。ハシケンです。スンです。スタレントだ。本日、提供となってまして、おぉ、はい、でしたよね、今提供、グランサガさん。11月18日にリリースされたアプリがあるんですけども、はい、最新作や。まあまあ、みんな結構始めてて、特にまあ、ハシケンさんがハマってるらしいんですけど。まあまあ、確かに。相当。今日さ、11時ぐらい撮影会してやんか、うん、俺昨日の朝6時までやっとって昨日で帰って時間通りですガチハマりっていうね、まあアプリの、紹介を今日したいんですけど、はい、今日の企画撮影後ちょっともう人数揃ってるかちょっとわからない。何それ人数ちょっと揃ってるかわからない。え、お前らどこにも行かんよなお前らみんなが行ってるうちに撮影だけしたいなって。何が始まるんや。まあ僕とかまだペイペイなんで、一番ハマってるハシケンさん主体でじゃあちょっと訴求してもらっていいですか。なるほどね、まあ、うまいこと言ったなということで、はい、今回提供グランサガさん、さっきサレルがあった通りに、まあ今ちょっと訴求取ったんですけど、まあその様子はね、動画最後で最後に流す。なるほど。ということで、じゃあ本日の企画やっていきますか。はい、本日の企画、はい、間違えたら即出航、地名クイズ。やべえ、出航って、おいおいおい、俺出航ってことはハンターの時以外で聞いたことないって。まずは出航ってさ、子会社に行くことない地方に行くことではないよ。まず派遣ではないよ。派遣ではないよ。まあ、いろんなね、難読地名みたいなのあるじゃないですか。そういうのもありつつ、まあ、普通に簡単なものもあります。お手間でです。答えられなかったら即出航、もう今から行ってもらいます。え、その漢字の部分ってこと。その漢字の場所に行ってください。3問、3問、はい、1人3問正解でクリアです。おーおー、ってことはだから一応じゃあその ABCD で問題いっぱい選んでいいよね。一応正解してほしいなっていう、3ついてほしいんで、0になられてもそうね。なるほど。だってもうすごい悪いやつじゃないですか意味わからん、納得漢字出してそこで読めます。ということで、じゃあ早速挑戦していただきたいと思います。せーの、やばいやつ。ちょっと一番目は嫌だ。レンタ行こう、レンタ行こう。なんか負けるオーラ。でも最初に一人勝ちしたらもう後のやつ笑えるで。確かに。レッドブル飲みながら俺のことあざ笑いできる。オッケーオッケー。レンタ行く。オッケーオッケー。じゃあ2人はレンジャールントーです。じゃあどれしますか。 ABCD。 A で。 A で行きますか。おー、 A 行くんや。一応ルールとしまして、一回パスできます。うおぉ、大事。だからどこでパス使うかっていうのも、まあまず大事です。ライフラインですね。で、もう一個武器あげます。はい。で、もう一個は、オーディエンス。はいはいはい。オーディエンス。オーディエンス。役に立つかな。嘘つこうぜ。そうだね。それはでも、まあ信頼関係なんで。だから俺は知らないから。みんなで。やめて。いきますね、一問目。一問目は、こちらです。おー、よかった。だと思った。あれだ。あれ13っていう。あれだ、13は。え、まず、パス使います？使うか。ルント、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 ルント。でもさ、ここで一回、オーディエンス使ったルント、ここで一回、どんな感じかっていうのを見とくってことで、ここで一回パス使うことによって。パス、パス、パス、パス。おい、待って、待って、待って。いや、もうこれは答える。答え分かります。それではこれからルードさん回答発表してください。せーの、はい。誰と重曹です。重曹、あれと合わせるせいだ。重曹、はい、正解。まあまあまあ、これはここで止まれても、これはもう常識や。これはそうだ。だって片道30分かからないよ。第2問目、はい、こちら。知らねえ。見せてください。知らねえ。ちょ待って、やばい。やばい。知ってる？待って待って待って。今無理です。やばいじゃないか。俺も無理や。普通にもとサイドさんとかサイド山とかそんな感じやね。それはないよ多分。いや、行ってもなんか佐野山とか。いや、これマジで無理。こいつやばい。こいつやばい。終わった。いやいや、パスあるから、パスあるから。いやいや、ちょっと待って。どうせこれで死ぬんやったらパスしよう。確かに。確かに。なんか、そもそも、ちょっと僕、山っていうのが相性悪いんだよ。なんか、なんか、お前の動画の。私、決めました。パスします。いや、はい。いや、パスします。もう無理やで。はい。わかりました。次、山来い。ちなみに、そちらの答えは？こちらの答えは、再びさん。よかった。いやー、読めるけど、言われたら。いや、でも、再びさんとサイドさんとかのマジで確率同じだから無理。ちなみにどこ？え、でもこれちなみに、兵庫県です。えー。
続いての問題、こちらです。なにこれ、え、これ3つやんな、これも金亀松やんな、めっちゃ京都っぽいけどね。いや確かにね、じゃあまあルンドちょっとかわいそうなんで全員に文字数ヒントの武器もあげます。おー、でかいでかい。だからこれが何文字かっていうのを、あ、まあ教える権利も1回あげます。そもそも使うしかないだろお前、使える武器を。もうもう、まあじゃあ文字数でこんな俺ら読めんのや感じ。勝てないんだじゃないでしょ、はい、3文字です。ああ、まあまあそんな気がした。若干いや、ワンチャン、もう味方いっちゃう。これ1個あるで、即出これ1個あるで。あ、じゃあちょっとオーディエンス使いたいです。オーディエンス使います。はい、オーディエンス一手のでポンって出す。俺らもわからんってこと言ってるか。違うわ、違うわ。あ、じゃあ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 、なしうわ、危なぁ、危なぁ。1個ワンチャンあるって言ってるやつ俺で。オーディエンス使うの、使った方がいいじゃん。確かに、まあ、嘘は使うけど、俺らは嘘は使わないけど、合ってるかどうか分かんない。ちゃんとじゃあまあオーディエンス使います。オーディエンス、いや俺は小亀町かなと思った。なるほどなるほど。言ってもないの、金華町とそんな感じ。金華町か。俺らはカカメのどっちから残ると仮定して、金華か金目の2択だった。金華か金目、だから金南とか町はなんかあるイメージ。全員正解。教えてくれるやん、コンっていう可能性もあるよな。どっちかってたら、食べる、コンって幸せそうじゃん、さすがに。コンキ、全然違うと言わなくて。そう、だから金とかじゃないと思うんだよ、多分。いきます。わぁ、いや、ちょっと、ルッド、せーの、コンキ町です。コンキ町ね。あ、ね、コンキ町できましたか。聞こえないパターンね。ルッドの回答、コンキ町正解。イエーイ。どこですかこれ。え、これは、あの、彦根城。はいはい。あ、滋賀。滋賀。はい、滋賀の彦根城が、に、まあ、行ってもらいたいなっていう。最後の、最後の問題、こちら。やば、見てて。何々市、何々山です。あー。え、逆になんかちょっと。意外と普通って言ってない？普通の読み方じゃ絶対ないよ。嘘だったらさ、これも変だぞ。あ、ほんとだ。危ねえ。これ、示せんだぞ。あ、俺が書き換えた。お前が行くとこだったな。お前が行くとこだったな。行ってこい。普通に読むことできるよね、残念ながら。絶対違うだろ、お前。裾の市。絶対違う。普通に読むと裾の市すやな。そうだよな。うん。今ね。ないけど。俺って勝手に考えちゃう。勝手に喋るから。お前、あの、スーザンの可能性ある。スーザン、裾の市スーザンの可能性ある。スーザン。実は、ほんまに裾の市すやな可能性あるからな。いや、でもレント。いや、難読地名じゃないじゃん。ちょっと行った方がいいね、お前。そうなったら。あ、ちょっとやった方がいいね。はい、決めました。これはもう、賭け入れました。賭け入れた。はい。はい。いきます。せーの、ポッ、裾野市、スーザン。え、お前生きたそれで。はい。いやいやいや、いや、英雄になる可能性は。裾野市、スーザン。不正解。それ。それいい。それはどうでしょう、お前。回答、裾野市、須山です。はぁー、はぁー、これ静岡県。あー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 、富士サファリパークです。やばーやばー。あー、かわいそー。4時間半。え、行くだけで行くだけで次どうする。誰でもいいな。誰でもいいな。ジャケするかも。ジャケしよう。ジャケ、ジャケ、ジャケ、ポイ。俺か。俺か。来い。A、B、C、 B、C、D、どれ行きますか。 D、 D。 おー、逆にいいか。逆にね、あるよ。いきますね。はい、1問目、1問目、こちらです。こいつ、おー、いけます。これはいけるな。でも俺ね、これ多分去年、一昨年やったらこれまだ厳しかった。これは1年ぐらい。オッケーオッケーオッケー、いきます。これ、前方やろ。出しますね。はいはい、僕の回答、ひらがた。オーティーの回答、ひらがた。正解。これはもう、でもこれひらがなで読ませるとエグない将棋。これは確かに絶対ね。意味わからん。なんで知らんと。ひらはマジで無理。やばい、ちょっとドキドキするわ。続いての問題、こちらです。おー、これどこだっけ。あー、ここ場所、俺場所わかる。あー、市じゃないんかそれ。いやでも多分俺これ見たことあるよね。これさ、三重県でしょ。そう、三重県、三重県。俺これ三重県これね、有名。いや、まあ、多分いけると思う。うん、これ知らんかったらさすがにちょっと常識が。クイズで強えわ。多分いける、これいきます。僕の回答、廿日市。オッティの回答、廿日市。
正解。そうですよね。お前これ当たり引いた。え、当たり、ちなみになんですけど、当たり引いた方宮ではなくて、これ広島県。え、広島？いや、厳島神社。あ、広島かそれ。え、ちょっと行ったかった。でも、ちょっと待って、今2問目で広島まで行ったよ。おい、やばいって。言うて、でもめっちゃ順調。めっちゃ順調。俺だってヒント1個も使ってないからね。確かに。第3問。はい。続いての問題はこちら。いや、あのさ、場所はわかるよ。白浜。え、場所わかるの？白浜でしょ。白浜や。白浜ってどこ？和歌山。和歌山。へぇ。いや、俺これはね、知ってるはず。なぜなら俺ここで一回の。え、知ってるんすか？俺免許の点数。ほんまに？聞かれたもん、俺ここ。ほんまに？俺ここで。ほんまに？俺ここで聞かれてる。え、これほんまにわかる？いや、全然、見たことあるし。なんだそれ？なんだそれ？聞いたら絶対わかんねえもん。おい、叫んだ。西武…まあ、無駄の西武田軍。何やっけあれ。いや、でも無駄じゃないと思うんだよ。無駄じゃない。西室軍。ここの行数も覚えてる。西室あるで。西室でもなく、それは俺ピンとこうへんな。なんか多分ね、参拝で多分ね、単体でね、ローみたいな言い方は分かる。今、ちけえなぁ。パスしようかな。パスでいい気もするな。もう、橋下さんは役に立ちませんので、パスします。パス。はい、なるほど、じゃあパスということで。はい、ちなみに答えなんですけど、西室郡白浜。西無体のことだ。あ、橋下さん作詞やったけど。あ、俺全然西無体。やったー、帰った。俺言ったよね、西室郡って。言ったよ。西無体やった気がするな、こいつ。マジで許せ、うわー。せえ、ほんまにキモこいつ。キメー、マジで気持ち悪い。最後の問題こちらです。知らん。マジで知らん。え、これふと。え、ふはひらがなのふです。まあ、ふとは別にふとだ。ふとはふとだ、多分観光地の観光地がある。そう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 。いや、これあれ普通にあの先の須山的な金城ふととかそんなぐらいあるんで、多分。まあ、そうやな。これ沖縄あると思うけど。いや、沖縄だったら多分金城とは呼ばない。グスクって書いてある。金グスク。はいはいはい、文字数やください。グスクか、沖縄の8です。まあ、5だな。5や。お、まあでも近所でも5やで。そうだね。え、確かにあれグスクじゃなくて城でも5なんか。あ、オーディエスも使います。オーディエスも使います。オーディエスも使います。玉5文字なら城白帝やと思う。根城、金城、金城。お前が先って根城だもんね。あ、根城もあるわ。じゃあ、ボッティ回答お願いします。僕の回答は金城不動。まあ、普通に言うとそうやな。金城不動。グスクこい。正解。やった。正解です。おめでとうございます。やった。レンちゃん電話する。めっちゃ嬉しいわ。クリアされ。まあ、ライトがレンちゃん。え、これはどこですか？愛知の。愛知レゴランドです。ああ、チャレンジ成功。やった、素晴らしい。いや、嬉しい。あ、行こう。せーの、最初にジャイアンパイ。あしけさん。いや、まあこれはもうどっちがどうなってもなんか、まあでも先にやった方がオーディエンスの数は多い可能性がある。じゃあ、B か C ですね。 B で。はい、 B でいきますか。まあ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 、3問目までいきましょう。1個目の問題はこちら。あれ、何やろ。これでもむずいじゃん。あれ、何やろ。どうします、これ。え、大阪かな。一番オーディエンス使いますよ。はい、スッといきますね。はい、せーので、くしろ。これは橋下さんの回答、釧路。正解。ちょっと行きたかったけどな。俺、北海道ほとんど行ったことない。釧路出現。なんか知らんけど、釧路って分かってたけどさ、これちょっとドキッとするってなんか。確かに。なんか、これリスク、ハイリスクですからね。なんかちょっとドキッとするね。2問目いきます。2問目、こちら。おーん。いや、でも、俺はいけます。まあ、俺は、まあ、俺は知らん。でも、これは。いけるで。オーディエンス使ったらいけます、多分。違うと、あのね、ここはね、あの温泉かな、多分。これは絶対俺とスーマ一緒だと思う。じゃあ、オーディエンス使いましょう。はい、行きましょう。せーの。イブスキ。へー、これね。これ、熊本の下と鹿児島、熊本と鹿児島中間ぐらい。多分、イブスキです、これは。出します。はい。君たちを信じて、イブスキ。橋下さんの回答、イブスキ。正解。おい、そうね。これでも俺らの信用が得られたと。これはまあ、鹿児島県です。鹿児島だよな、はい、これは。これ、いける。いけると思う。続いて問題、こちら。これはこれは、はしけさん？ワンチャンなんちゃう？まあまあまあ、なんかわかんないですね。なんもわかんないです。え、でも、え、フィント使った方がいいじゃないですか。これじゃ、そう、文字数は使う。これじゃないの。文字数ください。文字数は3文字ですよね。あー、でしょうね。いきます。いくんっすね。ほんまにいくんっす。いきます。俺聞いたからね。ほんまにいくんっす。俺ほんまに聞いたからね。いきます。俺聞いたからね。いきます。いきます。いくんっす。3、2、1、はい、はい、鶴が。はしけさんの回答、鶴が。
正解です。するんかい。しゃあ。まあ行きますか。じゃあ行きますか。いやー、まだスン飛んでほしいね。ちょっと飛びそうな気すんならだって再生化してるでしょ。いきますね、じゃあスンの。いやもう3人でクリアしようぜ。第1問目こちらです。あまあ俺さ、ちなみにさ、ちなみにさ、あのさ、俺さ、仮に間違えたとしてさ、これさ、いくらかかるんやろこれ。日帰りできんのこれ。はい、答えはこちらです。西表。これはスンの回答、西表正解です。あ、これはもう当てるわ。いや、一問目はサービス問題だから、基本的に。そうそうそう。第2問いきます。第2問、第2問、こちら。スっぽい問題きたな。えぇ、浮気町ね、普通に読むならね。これ、蝶の町ってこれ蝶ですね。え、俺がちょっと、俺ちょっと1個思ったなんで1個思ったのあんで自信とかじゃなくて、自信とか 50% ぐらいワンチャンほんまにあるんちゃうかなぐらいの。え、マジって。え、なんかありそうじゃないって思ってるよ、ピッと。え、でもさ、これがさ、これ以外の読み方したらさ、絶望じゃね、結構。浮気帳？逆に。なるほどね。それじゃないと思って、俺とってはこれじゃないやつ。浮気帳ね。いや、俺、95% ぐらい浮気だと思うけど、パスしようかな、正直。その5%拾って絶望するのはちょっと嫌だ。まあまあまあ、まあ、浮気だと思いますが、今回パスします。これパスということで。パスパスします。これでも、浮気じゃなかったら、うわってなる。回答なんすか。今回の、この、読み方は、不景帳です。おー、まず違うのこれ。俺はちなみに、フッケって書いた。これね。俺、ウキって書いてた。ああ、もうダメだ、これ。続いての問題、こちら。ああ、当たりきたやん。おお、よかったな。よかったな、お前。まあまあ、こっ、パスの、パスしどけやったんじゃん、これ。パスしどけやったな。いったんな。え、オーディエンスいい？いいよ。はい、オタルです。スーの回答、オタル。正解！オーケー！いやー。え、ラッキー来たね。まあね、まあまあ、いいよ、いいよ、いいよ。ずっとだけ、マジで、あいつ。ええ、引いた。最後の問題。おや、ニヤニヤしとる。こちらです。ありがとうございます。俺、いけるわ。お前、サレル優しいな、お前。おい、いけるわ。こちらの答えは、宗像です。おい、いけるわ。え、そうね。スンの回答、お、正解。ありがとうございます。いやー、ラッキー。ラッキー。いや、これね、福岡なんすよ、これ。あー、まあ、でもすごいわ。普通にむずいと思ってんけど。いや、これは、俺、住んでなかったら絶対。え、知ってた？え、知ってたよ。あるわ。なんかね、大社、むっちゃ有名な神社がある。大社。だから、市の難読あるあるな可能性もある。そう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 。そうそうそう。いや、これ、ルントだけ言っても、ちょっとかわいそうやな。おい、もう一人行くじゃん。ってことは、俺が俺らが。サドン10歳。サドンです。俺、不利になるよな、これ。やりたくねえけどな。誰か行くわね。はい、謎のサドンです。始まりました。はい、謎のサドンです。始まりました。これはね、やるべきだよ、サドンです。な。いや、まあね。な。音声的には大丈夫。正直、俺、自分がクリアしたときに、どっちか行けやと思ってた。俺も。サドンデスの問題、こちらです。読めるかな。あかん、ちょっと、ふざけすぎて、ちょっとめっちゃつまとんな。いや、じゃあ、こいつのこれでいいんかながわからない。ちょっと待って、待って。いや、まあまあ、行こう行こう。それでは、回答発表してください。せーの。上大見町。上の大見町。上大見町。あるこれ、ある俺だけ飛んだから、これ。正解は神大見ちゃん。ということで、はい、今回提供グランサガさん、さっきサレルがあった通りに11月18日、今日が11月21とかなんで、もうマジピッチピチの新作アプリでございます。結構さ、事前登録とかからすごくてさ、そうね、今ツイッターの公式アカウントなんか登録者20、フォロワー23万人とかだった。すごっ。っていう、はい、超どでかいアプリなんですけれども、結構ね、いろんな人が出てて豪華な CM は金子信明と小栗旬とか出てる。小栗旬じゃん。すごいな。だめちゃくちゃ力入れとんやろ。昨日もテレビ見せたらCM やってたもん、普通に。しかもリリース前からでしょ。リリース前から、すごいですね。普通にさ、公式ウェブサイトの PR とか見たけど結構ガチガチやんですよ。で、なんか俺あんまりそこ詳しくないけど、声優とかもめっちゃ豪華だし。へー、あ、それなんか花輪さん撮ったんですか。っていうぐらい、なんかそのガチガチのゲーム、超対策、超ガチガチのゲームアプリ。え、そんなとこから案件来たんすか。じゃあ今並んでます、僕らと大喜利しちゃう。まあまあまあ、見方によって。ギリギリギリ、ノバークと並んでます。見方によって。で、さらにそのゲームアプリの今豪華って言ったんですけども、そこに並ぶニューアンバサダーさん、はい、そしてなんとうちの上司である、ボス、荒尾天眼さんが起用されております。そうですね、アンバサダー。そこは並んでる。じゃあ俺らは、俺らは、
俺1個下あ、でも1個下ってことは、まあ、言うて言うて、あ、じゃあ金子のバーキの後輩とは並んでますね。そういうことにはなるね。でね、その花尾さん、伝賀さんたちの動画が多分この動画ね、はい、あれね、この動画ね、はい、で、上がってると思うんですけども、はい、その概要欄にね、あのオープンチャットってなってたんですよ。花尾伝賀および我々積分サークルが全員入ってる。で、そこに皆さんぜひ入っていただいたら僕らの交流取ることができるんで、公式マークあるんでね、あの、ちゃんと間違いないでしょ。相関マークね。相関マークある。あ、まだ、すごい会話量じゃないですか。あれすごい。すごいすごい活発ですよ。みんなアクティブやなと思ったもん。あれも花尾さんとかめっちゃ楽しんでました。そのオープンチャットの概要欄もね、ここに貼ってるんで。そういうのもあると。そういうのもあるから。はい。そしてゲーム内容をね、もうね、やってみてとしか言えへん。あれあれってジャンル的には何になるんですか。RPG。俺まずスマホで RPG やったの初めてなんですけど。こんなになってると思ったよ。正直。結構俺こういうゲームって戦闘シーン結構割と大事にしてるんですけど、よくなんかさ、あのファイヤーとか言ってさ、あれやないやんか、ファイヤーガチガチエフェクトやもん、めっちゃかっこいい。いや普通にこれもアクションやな。まあ絶対楽しめると思います。本当に僕は騒いでやってたんで。そうで、ワールドの中に名前変えて他のプレイやるから頑張って発言っていうプレイ探してください。確かに出会えるかも。出会えるかも。発言登録してるんちゃんと。ということでね、じゃあここからあの何残ったか一瞬でもう一回戻ろうか、その時間に。これちなみにスーさんどこかわかりますか。どう見たからあれちゃう。滋賀じゃない、さすがに。こちら石川県金沢市。あ、金沢やったらでも楽しみの、まあ近江町市場っていうとこがあるんで。ということでね、仕事いいやろ、意外に。あの、一応最後仕事なんでね、スー君が行っていく中でね、こんなこと言うの恐縮ですけれども、ぜひともね、概要欄で言われるよね、チェックしていただいて、スー行ってちゃんとあげ。はい、もう、あ、と言ってあげて、概要欄です。概要欄は下にありますよ。いや、そりゃそうだよ。概要欄は下にあるよ。はい、というわけで、着きました。真っ暗やば、これどうしよう。今現在いるのが、静岡県は、これは裾野市の須山、裾野市須山という場所になります。とんでもないとんでもない山に、とんでもない山に来てしまった。いや、これは、とんでもない。こんな感じですね。ここがあれですね。ここが須山浅間神社の入り口になるわけですね。見て、もう人っ子一人いないんだよ。人っ子一人いない。もう、怖い。なんなの、この山道は。見て、これめっちゃ美味しそうじゃない。とりあえず、真っ暗闇の食レポで恐縮ですが、いただきます。うん。おいしい。金沢に着きました。わかるかな、これ金沢って。はい、着きました。意味わかんないです。マジやばいです。なんか終電もないです。8時半なんで、まあ、帰るのに3時間かかるんで、まあ、無理です。終わりです。明日の学校どうするんですかね。私適当にホテル取ったんで泊まります。で、一応明日の朝多少は見ようかなと思ってるんで、兼六園と21世紀美術館見て帰ります。はい。で、なんかご飯はちょっと美味しいもん食います。はい。仕事終わりにお酒飲むっていうのはね、出向あるあると思うんで、はい、まあ、これが正しい姿かなと思います。いただきます。エビいただきます。